ハワードは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の33番艦。艦名は、ベトナム戦争の先行で名誉勲章を受賞した、ジミー・ハワード海兵隊総長にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ハワードは1998年12月9日に、メインーバスのバス鉄工所で寄港し、1999年11月20日に、 浸水、2001年10月20日に収益した。母校はサンディエゴであるが、母校に戻る際に放とローズクランズ国立墓地の前を通過する。同墓地には、官名の由来となったハワード総長が埋葬されており、上院は敬礼を行う。2004年9月11日、スペイン海軍の F-103 ブラスデレソと共に、ミサイル発射試験を実施した。 2007年2月16日には戦闘効率賞を受賞している。2008年9月28日、ハワードはウクライナの貨物船ファイナを追求中であると報告を行った。ファイナはケニアに向かう途中の2008年9月25日にソマリア沖で海賊によって捕らえられた。ファイナには33両の T-72 戦車及び弾薬と 予備部品が積み込まれていた。ファイナは結局2009年2月5日に海賊から解放された。2009年5月8日にスコットスイッツアー中佐がカーティスグッドナイト中佐に代わって6代目艦長に着任した。2021年8月16日、神奈川県横須賀市の横須賀基地にヒギンズと共に配備された。 サーフェイス・ォース・シップスクルーズ・アン・バトル e ・ E US ネイビーフェブラリー19-2007 s デストロイヤー・ウォッチング・ハイジャックとシップ・オフソマリアアソシエーテッド・プレスビア ABC ニュースセプテンバー27-2008 US セスハワード・ホールズ・チェンジ・オブ・コマンド・セレモニー ENS ジェシカ・ケルズ US セス・ハワード・パオネイビー・コンパスメイ・八二 -2009 ユ s セス ハワードアライブズアットヨコスカディベイズ https w w w d i b i t t s o u p n e t イメージ6784206 uss ハワードアライブズヨコスカ2021年8月16日閲覧ありがとうございます